日本人は農耕民族ですから、やっぱりああいうお百姓 の、 一生懸命こう働いてるというか、担いでる、運んでる、ああ山の中をロバで運んでるのか大変だなというイメージはね、すごくやっぱり共感しますよね。1927年に設立されたコロンビアコーヒー生産者連合会 FNC、 コロンビアのおよそ56万軒のコーヒー農家を代表する世界最大規模の農業関連 NGO です。1960年に生み出されたキャラクターフアン・バルデスは、コロンビアコーヒーの名を The Richest Coffee in the World、 世界一リッチなコーヒーとして世界中へと広めました。1962年、FNC 東京事務局を設立。味覚に厳しい日本の消費者にコロンビアコーヒーを広め、日本市場での確固とした地位を築くことに挑みます。以来、コーヒー豆の貿易は日本とコロンビアの経済関係の中心的役割を果たしてきました。1970年には日本の木豆総輸入量の 9.5% を占めるに至ります。日本市場での可能性を確信した FNC 東京の協力により、コロンビアは1970年大阪で初めて万国博覧会に参加。アンデスで大切に栽培された宝石のような高級感のあるエメラルドマウンテンコーヒーの販売を開始します。大阪万博での成功により、 FNC 東京は日本や他の様々な国々でエメラルドマウンテンコーヒーの商標登録を行います。またフリーズドライコーヒーは1975年、北洋商事現在の三菱食品により世界各国に先駆けて日本へ輸入され、現在さまざまな主要ブランドで使用されています。 FNC 東京は設立以来、日本のコーヒー業界と積極的に親密な関係を築き、業界を代表する多くの方々がコロンビアコーヒーの生産地を訪れています。コーヒーの生産者も栽培指導する人も大変熱心に語ってくれる、私がこう質問する前にどん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 語ってくれる、大変こうコーヒーに関して積極的なお国からだなと思いました。美味しいイメージがあります。普通に飲みやすいという。甘いものクッキーとかに合いそうですね。コロンビアコーヒーのイメージは、専門見本市、試飲会、世界的なスポーツイベントの講演、駅構内キャンペーン、さらに JR 東京駅に作られたコロンビアコーヒーショップを通じ消費者へと届けられます。印刷物や映像、道路の広告看板などでも世界一のコーヒーというイメージを日本の消費者にアピールしてきました。1989年には三菱商事の協力のもと、プレミアムエメラルドマウンテンコーヒーをお中元やお歳暮などの贈答品として百貨店で販売するキャンペーンを展開しました。一方、両国の関係は1990年設立の日本コロンビア経済委員会によって強化されます。当初より委員長は、コロンビア側は FNC 総裁が、日本側は著名な企業経営者が務めてきました。私は実はですね、2004年に日本コロンビア経済委員会の日本側の委員長になったんですが、できる限りコロンビアと日本の経済関係をしっかりと強化していきたいということで、これまでもさまざまな活動や提言を行ってきたつもりではあるんです。長く消費者に愛され続けてきたエメラルドマウンテンコーヒー、1994年には日本コカ・コーラが高品質のコロンビアコーヒー豆を使った缶コーヒー、ジョージアエメラルドマウンテンブレンドを発売。以来、日本で売上ナンバーワンの缶コーヒーの地位を築いています。エメラルドマウンテンは本当に representa esa calidad de Colombia、 esos coffee beans de Colombia、 ¿no? que realmente es la marca que ahora 20 años después es realmente una marca igual de importante para nosotros que hace la marca Coca-Cola。Incluso hoy en día, nuestras ventas de café enlatada en Japón son muy parecidos a nuestras ventas de marca Coca-Cola。 2005年、コロンビアから日本への木豆の輸出量は史上最高の150万体に達します。
これは日本が輸入する木豆全体の 22.8% に相当します。私たちは良質のコーヒーが日本の消費者にとってコロンビアの象徴となり、日本のコーヒー業界の皆様にとって信頼の象徴となるよう日々努力を重ねています。で今コロンビアに農園を買い足しまして、実はコロンビアに将来住めたらいいなと思ってます。で FNC の皆さん、僕も仲間に入れていただけたらありがたいです。今はすでに会員なんですけども、もっと近くで生活したいと思うので、その時はよろしくお願いします。 FNC 東京事務局設立50周年を迎える今、日本はコロンビアコーヒー市場において2番目、そして FNC にとっては最も販売量が多い国となりました。コロンビアコーヒーはですね、日本における喫茶文化の発展に大変大きく貢献をしてきました。ただその缶コーヒーの登場によりまして、それまでは一部の嗜好家の間で高級コーヒーとして楽しまれていたこのコロンビアコーヒー、これがより身近に楽しむことができるようになりまして、日本人の生活にコーヒーを深く根付かせることに成功したんだと思います。日本人の舌に合ったコーヒーとしてはやっぱりコロンビアコーヒーが一番、酸味があってコクがある、癖がない、いいんで一番受けたんじゃないでしょうか、コーヒーとしてですね。皆様のご指導のおかげでコロンビアコーヒーは味覚に厳しい日本の消費者から今も愛され続けています。今から始まる未来のために、さらなるご指導ご協力をお願いいたします。最後に皆様への感謝、日本への感謝を心より申し上げます。